今年の冬に買ったアウターはありますか？彼氏さんの好きなところは、次にしたいヘアカットはハートハートハート。あった、その質問見た。久しぶりの質問コーナーをしていきたいと思います。皆さんこんにちは、クリスマスも終わりまして、もう年末ということで、私の YouTube 年末最後の企画は久しぶりの質問コーナーをしていきたいと思います。今日は何個の質問に答えるか私は分かりません。勝手に質問がどんどん飛んでくると思うので、答えれるだけ答えていこうかなって思ってます。まあなんか基本情報とかちょっと軽すぎるのはいらないかもしれないので、まあせっかく動画なんで、そこで答えれるようなことをお答えしていきたいと思います。という今日はこういう動画で年末を締めくくりたいと思いますので、早速質問をどうぞ。軽いのからいきます。軽いの、はい、はい、最近どう？いや、あった、その質問見た。最近どうって来てたよね。軽いな、最近どう。いや、おもろってか、うまいね、あの順番の作り方。最近は楽しくやっておりますが、なんだろう、最近の私の気分的にはちょっと胃腸が弱っております。胃腸が弱っているので、あの彼氏におすすめされた大谷さんの錠剤のパック売りみたいな薬を初めて昨日買いました。はい、はい、最近聴いているプレイリストを教えてください。最近聴いているプレイリストは、最近、めっちゃ最近のタイムリーな話で言うと、エンミックスのソニャーっていう曲、ソニャール、ソニャール、ソニャーなのかわかんないんだけど、あの N の上にこうピロピロって乗ったスペイン語みたいなニャーっていう言葉が使われてる、超かわいい、かわいくてすごい癖になって残る曲があるんで、ぜひ聴いてみてください。今年の冬に買ったアウターはありますか？今年の冬に買ったアウターはあります。ガジェスはもう知ってるかもなんで、ガジェスだったらレザーコートとファーコートですけど、以外で言ったら、あれあれ、サンドロのロングコートを買いました。最近よく着ています。 YouTube 見てリーバイス2本買ってしまいました。月にお買い物に使う金額はおいくらですか？ありがとうございます。2本も買っていただいて嬉しい。月に買う金額はよく質問いただくんですけど、なんかそうですね、正直まあガージェスをほとんど私着ているので、着たい服作ってるので、ガージェスってまあ金額に換算するの難しい、自分のブランドなので。それをガージェス以外ってなると、正直ね、ゼロの月もあるかも。服ガージェス以外はゼロの時もあるし、すごい大物を買ったりして、例えばさ、ほらミューミューでデニムのミニスカ買っちゃったみたいな時とかだとすごい行ったりするけど、ゼロから10万ぐらいじゃないですかね、平均は。次にしたいヘアカットはありますか？次にしたいヘアカットは、ちょっと私髪をいつも計画性を持って伸ばしてるんですけど、今これぐらい伸びたんですよ。もう相当伸びましたけど、このあとまだ伸ばします。まだ伸ばして、前髪も一緒にまだ伸ばして、でこの髪がもう満足いくぐらいロングに到達したら、この髪の長さで金髪をします。でその金髪が痛みすぎたら、あ、もう切るしかないねっていう流れに強制的に持っていき、ボブぐらいにしようかなっていう超ロングの計画を立てております。おしゃれ着、ニットなどは手洗いですか？ニットなどは手洗いか、ファブリーズで限界まで来てクリーニングですかね。ちょっとあんまり洗濯上手じゃないので、自分でやるのが怖い場合はもうクリーニング行きですね。お洋服を選ぶときに気をつけているポイントなどありますか？洋服を選ぶとき、サイズ感かな。なんか私の場合は結構こうシンプルな洋服が本当に多いので、バランスがとにかく大事でして、だからまあ1点すごい可愛いって思ったとしても、それを実際に着た時のバランス感がちょっとずれちゃったりとかするとあれなので、サイズとかトータルで見た時のバランスっていうところを心がけております。あと本当に一目惚れした時とかは、もう一目惚れだなと思って買っちゃうっていう心も大事かなって思ってます。じゃあその流れで、
スタイルの参考にしたいので、よろしければ身長体重など教えていただきたいです。身長体重はよく聞かれるんですけど、なんかあんまり公開したくなくて、身長は158センチで体重は45前後。言っちゃった。神戸の好きな場所を教えてほしいです。ねえ、それさ、よくもらうんですけど、なんか全然わかんなくて、神戸の好きな場所ってもうほんと居留地とかが好きですけど、基本だから三宮のあの辺りで遊ぶことが多いか。ごめんなさい、全然面白い回答にならないし参考にもならない。で、しかもなんかさ、ほら、たまにしか行かないから、なんだろうな、ランチとかもなんか時間優先しちゃっては結構並ぶ時間はないわとかなって意外に適当に食べちゃったりとかするから、あんまりそこに対して、あとアップデート情報がなくて困ってるので逆に教えてください。20では誰推しですか？20ではもう箱推しなんでちょっと決めれないんですけど、決めるの？ほら、あとライブに行ったりすると推しが変わっちゃうんですけど、基本的にリマリオ推しなんですね、私は。リマちゃん、リオちゃん推し。それは、あの、ニジプロの時からリマリオ推しだったんです、私は。ずっと。でも、ライブに行った直後に、めっちゃ好きってなるのはマヤちゃん。アドリブ力が半端ないから。あと、歌声が好きなのはリクちゃん。あと、やっぱりアイドルで本当にいつでも大好きって思うのはミヒちゃん。もうちょっと、でも全員好きだからもうこの辺でやめとくね。2023年で買ったもので一番良かったものを教えてください。2023年で一番良かったのは、てかそのベストバイコーナーをちょっと前に更新してるんで、それかな。今パッと思いついたのとか、ミュウミュウのミニスカって一瞬出たんですけど、それこそベストバイに載せてるし、それのインテリア編とかコスメ編も載せてるんで、ぜひそっちの動画を見てください。夏美さんのミニスカのところで好きすぎます。いっぱい載せてください。ハート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 、ありがとうございます。私もミニスカ大好きだし、ショーパンも大好きで、まだ中身はそんなにお伝えできないけど、来年のガジェスとかでもミニスカ好きの方とか喜んでいただけるんじゃないかなって思うものは仕込んでおりますので、期待しててください。そしていっぱい私もコーデを乗せれるように頑張ります。本当に本当にプリチーで大好きです。ハートありがとう。ハートありがち。年末年始の過ごし方は？あんまりこう旅行とかに行くタイプじゃないので、普通に実家に行っておばあちゃん家とか回ってゆっくりするって感じです。なんかよく彼と年末年始を過ごしますかみたいなことも聞かれるんですけど、まあ、そこはちょっと別行動で行動しようかなって思ってます。最近のネイル見たいです。かわいいかわいい。これはクリスマスを意識してピンクにちょっと前に上にホログラムをつけたっていう。で、今までよりもちょっとスクエア具合をとんがってもらってギャル感強くしてもらいました。でもとにかく最近スクエアでジェルネイルにハマってるので、なんだろう、1個前の白っぽい、白くて透けてるスクエアとかも好きかな。なんかスクエアって割と強く見えるから、あんまりデザインも強くするとギャル感とか強くなっちゃうので、白だけでちょっとクリアな感じにしたっていう時のもお気に入りです。安くて可愛いリングとか買ったりしますか？安くて可愛いリングはそうですね、買わないですね。なんか割とリングとかって結構手元の印象すごい大事だと思っていて、なんかプチプラが良くないとかそういうわけじゃなくて、私は手元は本物に近いものをできるだけつけていたいし、その年齢と自分の、ほらドドさんのトークイズミーでも言ってましたけど、こう自分の限界を決めちゃダメよって話を聞いたので、なんか手元とかはあんまり妥協せずにいい本質を見定めたものとかをつけたいと思うので、あまり手元にプチプラは使いません。その流れで最近つけているネックレスはどこのですか？最近はおそらくね、今日のじゃないんですよ。今日のじゃないんですけど、カルティエの1年前の誕生日に彼にもらったカルティエのネックレスなんですけど、ちょっと私が後ろの部分を絡ませちゃって、それを取るのをずっと毎日後回しとかにしちゃって、前に使ってたルボンボンを今つけてるんですけど、多分それはすごい最近の話なので、多分カルティエのことかなって思います。美肌の秘訣を教えてください。
美肌の秘訣、でも実はさ今日やらかしてしまって、昨日なんと朝の7時まで化粧したままソファーで寝てしまいました。本当に最悪、本当に最悪なことをしているんですけど、基本お肌強くて私なので、ありがたいことにそんな大荒れすることはないんですけど、やっぱり何度も言ってるように基本的にはお水をたくさん飲むこと、2リットルは絶対に飲むっていう風にしていて、あと化粧水をとにかくシャバ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 ずっとつけてるっていうのと、あとはベストバイの時にもお伝えした通り、めぐみ本に出会ってパックの大事さを知ったので、パックをできる限り毎日使うようにしていることと、あとはエステにも行くけど美容のクリニックにも行って、なんかエステとクリニックとかを使い分けて対策を取ったりしています。暑さの話から車を持つのが目標と話される場面がありましたが、何の車に乗りたいなどありますか？いや、それがそのあんまり車に詳しくなくて、私そう全然詳しくなくて、なんかすっごい薄い考えだと、なんかミニとかに乗れたらいいのかなって思ってたんですけど、なんか周りの男性陣とかに話を聞いたりすると、私の感じで意外にちょっとこうかっこいいタイプの車に乗ってる方がギャップがいいんじゃないみたいなことを言われたりして、そしたらそういうのもいいかもみたいな感じで思って、全然定まってないんですけど、逆に似合いそうな車、車詳しい方がいたら教えてください。でもちょっとまだすぐには買えない。全然出産ご褒美で10万円で旦那に買ってもらうものに悩んでいます。夏美さんなら何お願いしますか？出産じゃなくていいんでしょ、私の場合は。10万円でってことです。10万円で欲しいバッグは買えないので、新しい財布とかかな。まあでも私だったら新しい財布って自分で買いたいからやっぱりやめた。ミュウミュウで10万円で欲しい服を見つけるとか、あとはなんか小物とかベルトとか、まあ10万って難しいけど、ロエベの服も最近結構気になってて、だから自分で財布にさ10万って出すけど、ベルト20万以外にむずいとか、インナー20万はむずいみたいなところあると思うので、なんかそういうものをそのいただける10万円で買うっていうのはいかがでしょうか？お気に入りのお香を教えてください。好きなお香は一番好きなのはアスティエのお香が好きです。あ、一番は嘘、アスティエのお香とアポテーゲフレグランスのお香が一番好きです。夏美さんがやった歯列矯正について詳しく聞きたいです。歯列矯正は上が裏で下が表っていう矯正をしたんですけど、まあ高いじゃないですか。高いけどやっぱり上に、まあその撮影とかされる側のになることもすごい多い時期にしてたので、上はとにかく裏が良くて裏にしました。で今も最後ちょっとだけ隙間あるところをマウスピース矯正しなきゃいけないんですけど、私がすっごいマウスピースをはめるのを忘れて毎回歯医者さんに行って怒られちゃう。あんまやってなかったでしょって先生がね、すごい優しい女の先生なんですけど、ちょっとバレちゃうからちゃんとしますって思いながらマウスピース矯正をまだちょっとだけ続けております。夏美さんが生活する上で気をつけていることとか、そのルーティーンを教えてほしいです。この今映っているところからはわからないんですけど、私は片付けが大の苦手で、本当に片付けが苦手なので、あ、そうね、気をつけてることといえば、1日に一度できるだけ5分でも10分でもいいから今日散らかしてしまったものを片付けるっていう意識をするようにしてます。で、多分綺麗な部屋が保てる人ってそれをしてるっぽいようなことを聞いたんですけど、私はすっごい部屋を片付けたとしても朝起きるのが苦手だから、朝カバンない、あ、昨日のカバンじゃなくて一昨日のカバンに入れた資料ないってバーバーバーってやった後に、あ、服ない、あ、洗濯機入れちゃった、あ、どうしよう、あ、スチームしなきゃ、あーみたいな朝の時間を過ごしてるので、ちゃんと綺麗に片付けてもその日帰ってきたら一旦バーンってなってるんですよ。で、そのバーンを許すとまたバーンしちゃうので、その1日目にやってしまったバーンを1日のうちになくす、これを意識してます。超低レベルな気をつけてることです、すいません。普段の1日の食事内容を知りたいです。普段の1日は、まあこれもねあんまりね言いたくないんですけど、朝ごはんは前日にコンビニで買ったりとか、ぶっちゃけめっちゃ多いですね。で、だからなんかコンビニだけど朝ごはんは食べたいんですよ。朝ごはん食べないと元気出ないタイプだから、
前日に時間のこと考えてコンビニで買う時もあるし、パン屋さんで買うこともあるし、家に炊飯器を置いてないので、私ご飯とかはそれこそお昼ご飯はウーバーしたりとか、あとは外ランチミーティングとかあったら外で食べることもあるし、で夜ご飯はできる限りヘルシーに心がけてます。炭水化物を取りたいっていう時はランチに取るようにできるだけしている。で最近ハマってるのは夜、鍋の素、今スーパーにいっぱいあるじゃないですか、鍋の素を買ってそこにキャベツの千切りをバーって入れて、その上に豚肉をしゃぶしゃぶみたいにして、キャベツに巻いて食べるみたいなのをちょっと人に教えてもらったんですけど、そういう簡単なお鍋みたいなのとかもハマってます。クレンジングは何を使ってますか？クレンジングは結構何種類も使ってるんですけど、ルナソルとバイユアとアドミシオン、しんちゃんのブランドのアドミシオンと、あとクリスティーナのクレンザーとかも使ってます。年末自分に何か買い物しましたか？年末自分に買い物はなんかしたっけ？もしくはする予定なので。服とかは買ってないけど、ああそうそうそう、今日の日にちが12月の、12かなんですけど、12月25日のクリスマス当日にサントリーホールさんで私クリスマスコンサートのいろいろ企画させていただいてて、本当に嬉しいお仕事で、私オーケストラとかクラシックとか吹奏楽とか大好きなので、そういう場でオフ会を設けさせていただけるっていうのが本当に嬉しくって大切な行事なので、そのイベントに向けてクリスマスっぽいちょっとドレスアップの洋服を25日までに買おうかなって思ってるので、この動画流れたタイミングではもう年末なんで終わってるので、そのインスタが載ってると思うんですけど、それを買おうかなと思ってます。なんかファーフェッチで見たり、あとは H とかお決まりの私が大好きな行ってちょっとドレス系探そうかなって思ってます。旅の予定はありますか？旅の予定はこれもわかんないんですけど、私が仲いいその吹奏楽のメンバーでブラバンやってたブラメンっていうメンバーで、ウィーンに30歳という記念の年に行きたいなっていうのはずっと言ってるので、それがうまいこと実現できたらいけるんじゃないかなって思っていて、他の旅は一旦ございません。お気に入りのメイク道具載せてください。お気に入りのメイク道具、お気に入りのメイク道具はゲットレディーウィズミーとかで載せてるのがお気に入りなので、ぜひちょっとパーティーナイトみたいなやつで載せてるゲットレディーウィズミーがあるので、そこ見てください。今日してるリップのご紹介しようかな、好きなやつなんで。こちらルナソルのフュージングカラーリップスの05番というカラーを今日は使っていて、とってもお気に入りです。大失恋をし、美を磨く決意をしました。やる気の出る一言お願いします。いや、恋愛なんてね、充実してなくても楽しいことはたくさんあるし、もちろん辛い時期はあると思うんですけど、結構身の周りにいる人たち、彼氏と別れてそれを一生引きずっちゃって暗い人生になっちゃったって人、結果一人もいませんから、自分に対して時間を費やせる時間っていうのは逆にめちゃくちゃ貴重だと思うので、今自分に全ての矢印を向けられるっていう貴重な時間をぜひとことん楽しんだらいいんじゃないかなと思います。5年一緒にいる恋人から忙しくて音信不通で、夏美さんならどうアクションを起こしますか？5年付き合ってて音信不通っていう時点でもう私はもう、私のスタンスで言ったら彼氏と連絡はずっと取っておきたいタイプで、そのずっとってなんだろう、仕事の間はしょうがないけど、おはようお休みとか帰ったとか今帰ってきますみたいな基本は絶対にするしっていうタイプなので、5年間付き合って突然音信不通って、それなんか倒れちゃったんじゃないのレベルだから、アクションというか普通に鬼ラインですね。やし、その5年間付き合ってて音信不通って普通に身の回りの人とかにも聞くし、何ってなる。なんかそのアクションを起こさない、おしとやかな女性でいましょうみたいなスタンスでは全くなく、何のハプニングみたいな感じになっちゃうんで、もう直接的に聞きますし、探りますね。彼氏さんの好きなところを教えてください。彼氏さんの好きなところは、彼氏の好きなところは、優しいところなんですけど、優しいって聞くとすごい、そんな人はどこにでもいるって思っちゃうんですけど、本当に優しくて、
まあ、なんだろうな、甘やかしてくれるところもあるんですけど、その何でも許す優しさじゃなくて、私の仕事に対してすっごい応援をしてくれるから、私の本質的な意味でなところまで見て、これをやりたいんだったらこういうことは我慢しなきゃいけないんじゃないとか、叱るべきところは叱ってくれる優しさもあるし、私のことを女の子としてすっごい扱ってくれる優しさっていう、ちゃんと両軸の優しさを持ってるところが好きです。成長できる一緒に。なんか私、彼氏とかとパートナーの方と仕事の話絶対にしたい、しないって方もいると思うんですけど、私は絶対に仕事が日常の生活の中に馴染んでるので、できる人じゃないと付き合えなくて、なのでそれに対してすごい一緒に考えてくれたりとか応援してくれるっていうところもかなりポイント高いんじゃないかなと思います。同棲してから結婚しますか、それとも同棲はしないですか？私は同棲をしたくない派で、なんかこう結婚っていうものに憧れをまだ持ちたいっていうところもあるので、なんかこう同棲をしてしまって結婚との境目があんまりなかったみたいな話を聞くと、なんかそこはパスッと、結構私メリハリつけたいタイプなんですよ、なあなあに行くっていうよりかは。だからまあもちろん、でも同棲しないと生活どんな人か分かんないですよってことも言われると思うんですけど、それは付き合ってるうちにお互いの家に1週間滞在するとか、なんか1、2条件に来るとか、そういうことやってたらある程度見えるとか見えると思うので、私は結婚までは同棲はしたくないなと思ってます。今後のライフプラン聞きたいです、お仕事もプライベートも。まあその本にも載せてるんですけど、小さな夢と大きな夢を常に持つっていう風にしているので、まあ、その目標に対して頑張るっていう感じですかね。ライフプランとかはないかな、なんか私の人生設計みたいなものはなくて、常に夢を持ち続けてるっていう話であって、なんかこう何歳で結婚して何歳で子供を産んでみたいな、その人生設計っぽいようなプランは私の中にはありませんけど、これになりたい、あれをやりたい、あそこの立場になりたいとか、そういう大きな夢を持ちながら一個ずつ叶えてるって感じなので、そういう目標をたくさん持っている感じですね。プライベートで言ったらプランじゃないですけど、さっきも話に出たけど車買いたいとか、ウォークインクローゼットのある家に住みたいとか、そういう目標はちょいちょいあるかなって思います。最後に2023年の締めをよろしくお願いします。2023年の締め、皆さん2023年も大変お世話になりました。そうですね、2023年は私にとってガジェスをブランドローンチして、レビウムという会社を立ち上げて、もう私の今後の人生を共にしていく会社を立ち上げたっていう、本当に大きな年でした2023年は。で、まあそのずっと6年半ぐらい会社に所属してたので、一人になったことによってすごいいろいろ感じることも多かった。めちゃくちゃ勉強になった年だなって思います。で、あとはその勉強つながりで言ったりすると、その私は暑いのも嫌いだし、旅行がすっごい好きってわけでもなかったけど、バングラデシュに行っていろんな環境を見たっていうのもすっごい勉強になったし、人生においてのもうずっと心に残るであろう思い出になったし、あとはその撮影、書籍の撮影、書籍の第2弾が出せたっていうすごい大きなイベントも韓国で出せてっていう、なんかなんだろうな、今までの私の中の殻からちょっと一歩殻を破けたんじゃないかなっていう気がした1年でした。とにかく勉強が多かった。だその分なんだろう、なんか死ぬほど楽しかったみたいなイベントが多かったかって聞かれると、もちろん達成感はあったんですけど、なんかこういろんな遊びをしたっていうイメージではないので、遊びのイメージよりも自分が日々勉強していろんなことを達成していったっていう、仕事がメインになる1年だったんじゃないかなと思います。でも私は仕事っていうところをがやりたいことであって、ライフスタイルとこれからも一致して一緒に自分の中で成長していきたいと思っているので、この2023年はすごい有意義な年だったなと思います。はい、ということで今回の2023年最後の締めは、質問コーナーということでいろんなことを答えさせていただいたんですけれども、またちゃんと定期的にいろんな質問にお答えしていきたいと思っておりますので、何々質問とかご希望があれば、何々縛りで、まあそうすると結構恋愛っていうのが多くなるんですけど、まあ恋愛以外でもなんかお仕事質問とかいろんなこと、誰かと質問コーナー開催するとかもいいかなって思ったりしてます。
結構皆さんお気づきかもなんですけど、年末にかけて私の更新頻度がブワーッと爆上がりしているということなので、結構ね毎日上げたりとかもしてるものがあって再生リストにまとまってますので、年末年始のお時間ある時にぜひ私の2023年の動画も振り返ってお時間潰していただけると嬉しいなと思います。じゃあ今年たくさん見ていただいた皆さんありがとうございました。2023年の三乗馬に向けてコメントを最後にいただけると来年も頑張れるので皆さんよろしくお願いします。では良いお年をお過ごしください。バイバーイ。